こんにちは伊藤定一です今日は iPhone のビデオを PremierePro でどうやって編集するかっていうビデオなんですけどもそもそも何でこんなビデオを作ることになったかっていうと、まあ、僕はあの写真カメラとあと最近動画に結構ハマっていてで前から気になったんですけども最近の iPhone で撮った動画を PremierePro でエディットするとなんか白がブローアウトしちゃったあのちょっとなんか ハレーション起きてるようなあのイメージになってたので、それ何なんだろうと思って、いろいろオンラインで検索して、YouTube チャンネルとかいろんなの見てると、いろんな直し方の話はあるんだけども、なんかいまいちうまくいってなくて、で、今旅行先でまた動画を撮ろうとして、今回こそちゃんと理解しようと思って調べたら、結構あの面白くて、で、今、 あの最近のバージョンの2月に出た PremierePro だと結構簡単にフィックスできるので僕がちょっと分かったことをみんなとシェアしなきゃいけないなと思ってこのビデオを作りました。で1つまずあのそもそも論のところから話をすると ColorSpace っていうのがあってでこれはあの表現できる色の量っていうか大きさあの深さですよね。で昔 709っていうのがあってでこれはまあ普通に今までハイビジョンも含めて表現できるスペースだったんですけども最近ハイダイナミックレンジっていってもっと色の幅を広くするっていうことがあのディスプレイもそうだしカメラもそうだしあのビデオ編集ソフトもそうで,でその標準の,あの色よりも拡大したレンジのレック2100っていうのがあってでそれだとハイダイナミックレンジっていう あの色のスペース空間が表現できるようになっていてで最近の iPhone っていうのは HDR って書いてあるんですけどハイダイナミックレンジの映像は撮れるんですよねそうすると白はもっと今までより白くなったりあのなんか鮮やかな色がたくさん出せるんですけどもただそれに対応しているディスプレイとか対応しているソフトじゃないとあのちゃんと編集ができなくてで変に ハイダイナミックレンジ HDR のビデオをソフトに入れたり表現しようとするとこのすごく明るい白とかがなんかもうあのクリッピングって言っていてこうなんかあの露出を高くしすぎちゃったようなところでブローアウトしちゃうんですよねで今までの Premiere Pro を普通に使って普通に iPhone のイメージをそこに入れて出しちゃうとすごく変な映像になってたのでそれをこう直すためのプラグインとか NAT ていうそのプラグインとか あのこうマッピングとかをみんなダウンロードして一部の人たち売ってたんですけれども2月のプレミア p プロの,の,の23.2っていうバージョンだとこのトーンのマッピングこの,あの,このく大きい空間かちっちゃい空間とかのパマッピングがもう自動的に設定でできるようになったので結構あの新しいプラグインとかなくてあの編集できるようになったんだけれども。 少し何が起きているかを理解した方が多分今後楽しいと思うのでそれを今日のビデオで見せたいと思います。それでちょっと僕英語が得意なので環境が英語なのでそれはあの事前にお詫びしたいと思います。そしてまずあのこの僕のこれが Premiere Pro のデスクトップなんですけどもここにプロジェクトがありましてでこのプロジェクトにあの僕が iPhone で撮った動画をインポートします。そしてこれが そうなんですあの、このイメージなんですけども、はい、このクリップのプロパティ見てみましょうと。で、これは HEVC っていうコーデックを使って、だからプロレスっていう一番高品質のものじゃないんですけども、こ解像度はこれ 4K で、そしてここに 2100HLG っていうのがこのカラースペースなんですけども、これが h あ,あの H DR のカラースペースで、これもデフォルトで iPhone はこれですよね。そうするとこう見ると結構明るい感じがすると思うんですけども。で、この、これが2100で、で、ここから今ここに出てるシークエンス、シークエンスセッティングっていうのがあるんですけども、ここ見ると、のこの ProRes422HQ、これも HDR 太陽の。 あのコーデックなので、これはプリビューを見るときって、こう画面で見る時ときと、そしてここにはもうワーキングスペースが自動的に 2100HLG になってます。で、ここに出てる、このオートトーンマップメディアっていうのは、これが自動的に、これを例えば REC709、これ普通のビデオのものなんですけども、これに変えると、ここのプリビューが普通のビデオになります。で、これも、あの、多分、 この動画アップするとあの普通のモニターで見てる人たちはこれの違いがわからないかと思うんですけどもでこれをまたあのシークエンスに戻ってえー、っとこれを 2112100HLG に戻してでここでこうビデオを編集しますでここのビデオを編集してから今度エクスポートすると ここにファイルネームがありますけれども、ここビデオを見ると、このフォーマットをクイックタイムにすると自動的にこの設定ができるんで僕はそれをレコメンドしますで。クイックタイムにして、でこのプロレス 422HQ、そうすると、とここモアってクリックしてみると、ここが REC709 ってなってますけれども、これを 2100HLG っていうのに変えると、 このエクスポートはそれでこのファイルを見るとこのファイルを見るとあの結構この画面だとこの白はすごく明るいんですよねそしてこれを例えば普通のフォーマットに出したいっていうとここのまずシークエンスの設定を709に変えて そしてエクスポートをこれも709に変えてでこれにすると普通のビデオのスペースにアウトプットしますそれでこれを2つとも見るとこの後半でやったやつはここを見ると709って入ってちょっとなんかグレーっぽくて そして HDR のやつは2100ってなっていてもうちょっと明るいで多分これをアウトプットするともしかしたらこの2つは皆さんには同じにしか見えないかもしれないけれども、あのー、違います <laughs> それでそこが結構この辺の動画を見るのの一つの難しいのはこの僕の画面で映ってるものとが普通のビデオに変換されてまた表示されるとこの HDR っていう部分が抜けちゃうのでこう 一緒に見ないとわからないっていうのもあるので、ビデオで説明するのはちょっと難しいんですけども、でこれを一旦ちゃんと YouTube とか微妙にアップすると、HDR のビデオをアップすると、HDR の画面を持ってる人たちはちゃんと HDR で見れて、普通の画面を持ってる人たちは普通に変換されて、YouTube なんかだとギアなところにちっちゃく HDR って書いてあるので、それで違いがわかると思います。Vimeo もも、YouTube この HDR、ER、対応になるのに少し処理時間がかかるのでアップされて少し待つと、ER、HDR 対応になります。そしてこのもうちょっと細かい説明とスクリーンショットをあの僕のブログポストにブログに載せたのでそれはここの,あの YouTube の詳細のところにリンクを貼ってますのでぜひご覧ください。ありがとうございます。